大失敗だ。逆立ちしたってここは地球じゃねえぞ。メガトロンだ。全部あいつのせいだ。もう一歩、あと一息でとどめを刺せたのに、サイバトロンを見逃しちまって、こんなヘンテコな星に連れて消えやがった。ったく、何のために苦労してゴールデンディスクを盗んだんだ、この野良しめ。おやおや、何の騒ぎだ。俺様に何か用か。用だとも、能なしの役立たずめ、リーダー失格だ。いいか、今日から俺がリーダーだ。大ロボット変身だ。この俺と勝負しろ、メガトロン。勝った方はデストロンのリーダーだ。負け犬には当然死んでもらう。まったくもって単純だね、ダイノボット。まあ度胸だけは認めてよ。ビビったのか、逃げんのかよ。度胸だけじゃリーダーは務まらないんだよ。頭が良くてかっこよくてずる賢くないと。なあ、そうだろう、スコルボス。あら、うるわ。バカ、どこの星だろうと関係ないわ。エネルゴンさえ手に入ればな、ここにはエネルゴンが山ほどある。エネルゴンのパワーを手に入れ、我々デストロンが全宇宙を支配する。しかし邪魔なのはサイバトロンの奴らだ。この星のどこかにいるはずだ。探せ。いいか、見つけ次第始末しろ。あのディスクは我々サイバトロンが極秘に保管していたものだ。あれにはエネルゴンの在処が記録されている。だからデストロンが盗み出したのだ。ああ、そうですか。おいらたちの仕事は宇宙の探索じゃなかったのかい。デストロンとのドンパチはおいらの仕事じゃないよ。でしょ、コンボイ。やるんなら一人で勝手にやれば。過去の戦争の教訓を思い出せ。デストロンがエネルゴンを手に入れてみろ。宇宙は破滅するぞ。それだけは阻止せねば。ところで、そんなに探索が好きなら、まずはこの星を調べてみてくれないか。よろしく、ラットル君。悪いんだけどさ、おいらどうも外は苦手なんだよね。わがままなネズミさんだ。おい、見ろよ。おお、素晴らしいスピードだ。チーターでよかったな。よーよー、俺様のスピードはあんなもんじゃねえぜ。ロケット並みだ。見てな。チータさん、よせ。いやー、チータさん、今すぐこっちへ戻るんだ。遊んでる場合じゃないぞ。チータ、落としろ。まずいな、エネルゴンの影響で無線が通じないみたい。半径100メートルを超えたら無線は役に立たないよ。まったく、なんという星なんだ。さすがのコンボイ司令官も今回はダメかな。廊下に立ってろ。分かったよ。気をつけ。オイラたちサイバトロン一同はコンボイ司令官の言うことを聞いて立派に戦います。このままじゃ全滅。うわー、俺はチータス、追いかけっこしない。おっと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 、冷たいじゃんか。待てよ。あれれれれれ、でっかい蜂だな。おかしいな、チーターが異常に警戒したぞ。ということは普通の生き物じゃないってことじゃん。待てよ、ということはつまり、そうか、ロボットだ。チーターズ変身だ。
ブンブンうるせえ野郎だ。ブンブンブン、こちらはスピーター、応答してください。今サイバトロンのロボットと戦ってます。ワスピーター変身。うーん、カレヨット。ありゃまー、行くぞ来い。サイのライノックスは走り出したら止まらないんだな。さすがライノックスだ。まったくこの大事な時にエネルギーが。ジーザ、助けに来たぞ。うるさい蜂は我々に任せろ。悪いがそうはうまくいかないぞ、サイバトロン。バカめ。貴様らの命もこれまでだ。今度はもう手加減はしないぞ。いいな。ピースウォーズ。